どうも武蔵先生です。ということで本日12月の25日ですね。昨日呪術廻戦の劇場版ね、コミックスでいうゼロ巻、乙骨ゆうたくんが主人公の劇場版ですね、昨日公開で、昨日ちょっと見に行きたかったんだけど行けなくてですね、本日ついさっき見に行ってきました。面白かったですね。主人公の乙骨くんの声がね、エヴァンゲリオンのね、碇シンジ君の声なんだね。尾形なんとかさんっていうね、もう初め出てきた時ね、ずーっともうね、もうシンジ君のイメージが強すぎてね、で最初ちょっと乙骨くんもね、こう塞ぎ込んだ感じなんで、本当にね、もろシンジ君と丸かぶりな感じで見ておりましたけれどもね、コミックスの方はね、ゼロ巻も読んだんですけど、結構だいぶ前だったんでね、劇場版ね、コミックスをね、要は原作を忠実に再現している感じで、とても良かったと思います。キャラクターがそれぞれやっぱ全部魅力的なんですよね。やっぱ五条先生は相変わらずもう無敵だしね。本編の方だともう2年生に上がってるんでね、主人公の虎杖くんたちの先輩になるんですけれども、まだ1年生だった頃のお話でですね、ネタバレはしませんからね。うちの息子ちゃんがね、犬巻トゲくんが好きでね、まだトゲくんはちょっとツンツンのね、頭をしてて、ワイルドな感じなんですけれどもね、まあ非常にね、良かったです。アニメのね、第2期がね、来年なんですかね、ちょっと第1期が終わって結構もう経っちゃってるからね、一瞬ちょっと熱が冷めちゃったんですけれども、また見に行ったらね、すごく面白かったですね。敵方のね、ゲトーすぐるね、かっこいいのよ。なんかもうね、全部キャラかっこいいなっていう感じでした。呪術廻戦ファンの方はね、ぜひ、まあ多分見に行くよね。うん、見に行かれてはいかがでしょうか。それではですね、恒例のね、買ってきたグッズ紹介。ね、ちょっと駆け足でやっていきますね。これちょっとね、音声後入れでやっていきますので、よかったら見てみてください。どうぞ。はい、ということで早速買ってきたもの紹介でございます。こちらは買ってきたもんじゃなくて入場特典ですね。呪術廻戦 0.5 巻お次いっちゃいました。こちらね、下敷きでございます。こうね、ホログラムになっております。乙骨くんと名前忘れちゃったな、このね、女の子ね。で、こちらはクリアファイルですね。裏面はこんな感じのデザインとなっております。これもいいでしょ？ポーズなんかちょっと決めちゃってね、首かしげて気持ち悪いね。はい、こちらがですね、犬巻トゲくんのクリアファイルでございます。まだね、1年生だった頃のトゲくんはね、髪がツンツンしててちょっとね、男っぽいんですよね。はい、こんな感じでございます。こちらはね、息子ちゃんにね、はい、また気持ち悪くポーズをとっております。はい。こちらがね、6連のキーホルダーですね。薄っぺらいこのプレートにキャラクターと、あとなんかこの なんだろうね、家紋みたいなマークが入っております。ちょっとね、なかなかうまくみんなを写すことができないんでね、ちょっと宿泊しておりますけれども、こんな感じでね、はいね、呪術高専のね、仲間たち4人がここに写ってます。はい、次がですね、これはね、何度も貼って剥がせる付箋でございますね。こんな感じでノートに呪術廻戦の色を取り入れましょう。ということでね、はい、3000以上使っちゃいました。